セントイライアス山なべスな氷河の向こうにそびえるブラックバーン山、アトナピーク、パルカピークウィロー湖から見たブラックバーン山。ランゲルセントイライアス国立公園は1980年12月2日にアラスカ国家利益土地保護法によって設立されたアラスカ州南部にあるアメリカ合衆国の国立公園である。公園は 生物圏保護区に含まれており、ユネスコの世界遺産の一部である。アメリカ合衆国最大の面積を持つ、国立公園で53,321平方キロメートル、すなわち1,300万エーカー以上の地域に広がる。公園の大部分は自然保護地域に指定されていて、ランゲルセントイライアス自然保護地域は、アメリカ合衆国最大の指定自然保護地域である。 公園内にはアメリカ合衆国第二の広報高さ5489メートルのセントイライアス山が存在する。またこの公園はカナダのクレーン国立公園と接している。公園にはアンカレッジから幹線道路で行ける。2本のデコボコの砂利道は公園内を蛇行しながら走っており内陸の大半に未開地でのキャンプとハイキングのために行くことができる。また チャータービンが公園内まで飛んでいる。ランゲルセントイライアス国立公園は2006年には5336人が訪れた。その規模、人里から離れていること、行きやすさから急速に人気が高まっている。クルエーン国立公園、ランゲルセントイライアス国立公園、グレーシャーベイ国立公園、タッチェンシニーイコールアルセック公園からなるクルエーン、ランゲルイコールセントイライアス。 クレイシャベー・タッチェンシニイコールアルセクという国境を越えた公園は、ハイログマ、トナカイ、ドールシープの生息地としての重要性だけでなく、壮大な氷河と表現の風景のゆえもあり、1979年、ユネスコの世界遺産に登録された、ランゲルセントイライアス国立公園の1、ありがとうございます。